私はね、ご縁があってベネチアで制作して、それで、まあ、ベネチアでまあ、ガラス作家として出発したわけなんですけども、なんかこう、もうそこでガラスで、ムラノで作られたガラスがやっぱりいろんなところに行く、まあ、海を越えてね、行くっていうのはすごい面白い、楽しいことであって、まあ、そのビルの中のなんかいい意味で の、 そのみんなのためになるような、何かこう幸せになるような光、なんか人がリラックスしたりとか、そういう優しい気持ちになれるような光がね、できればいいなというふうに思って、まあ、制作に挑んだと思います。まあ、私のアイデアとその職人さんたちともう一体になってものができるっていうか、作品ができるんですけども、当然その建築物の中に収まるプロジェクトだと、まあ、いろんな本当に素晴らしい日本の技術者と一緒に話しながら作る、制作していくので、そこで規定が生まれます、たくさんの。だからもちろん地震のことだったりとか、サイズのことだったりとか、メンテナンスのことだったりとか、いろんな規定が生まれる。でそういう中で彼らと話しながら、その中でどこ何ができるのかっていう形で、まあ、そういうふうにして進めていくところが、またそういうふうに規定がある中で形にしていくのが、また面白いことだと思います。まあ、ベネチアに住んでるとね、本当に朝日、光が違うんですよね、とにかく。で朝日もそうだし、夕日もとにかく、まあ、東京にいる時よりも光を見つめてる時間だから、太陽とか光を感じてる時間がすごく、まあまあ、長いんですよね。でそういう美しいなと思う時間が本当に、まあ、ずっと歩きながらの生活なので、そういう時がすごく多いので、まあ、こういうお仕事をいただいた時に、なんかこの光だわ、この光を日本橋 の、 ね、オフィス街ですよね、みんなが働いてる場所に持って行ってあげたいなというふうに思ったと、その時思いました。はい、本当にプリミティブな吹きガラス、まあ、千年の伝統があるわけなんですけども、本当になんていうかな、ね、もう本当に昔と変わらないような作り方でずっと制作している、もう、まあ、そう、形に落とし込むのは難しいことだと思うんですけどね、吹きガラスっていうのは。どうしてかっていうと、やっぱり完璧に 何センチ何ミリっていう形でなかなかできないので、それをやっぱりその日本の技術者と一緒に、まあ、それを、まあ、そうこういう形ではめ込んでいくっていうのはなかなか難しいことなの で、 でそういうことができたっていうのはすごい嬉しいし、やっぱりこの今ね、日本橋がいろいろこういうふうにすごく素晴らしい開発されてて、中心となる場所だっていうふうに聞いているので、なんかこうね、いいエネルギー、いい光のエネルギーができたなというふうに思ってます。はい。